どうも、ジェフブ研究所です。こんばんにちは。はい、本日はお知らせ、告知になります。はい、ジェフブ研究所が5月21日に開催されるデザフェス57に出展いたします。やったー。デザフェスっていうのはデザインフェスタっていうイベントがありまして、これが5月20日と5月21日に開催されるんですけど、はい、僕らが出展するのは5月21日の日曜日になります。場所は国際展示場、うん、東京ビッグサイトになります。東京ビッグサイトです。はい、コミケとかやってるところですね、うん、はい、はい、すごい数のブースがあるんですけど、うん、僕たちは西館4階の K203 と K204 のブースになります。わー、はい、4階、1階と4階ってあるんですけど、僕ら4階の方なんですよね、うん、はい、うん、ちょっとエスカレーターとか登っていかないとたどり着けないんですけど、ぜひ遊びに来てもらいたいです、うん、はい、お会いできるの楽しみにしてます、はい、うん、去年11月に1回出てるんですけど、今回で2回目の出店となってます。やったー、はい、で今回何を販売するかを紹介していきたいと思います、はいはい、でまずは前回販売した奈良伝いのソフビがあるんですけど、うん、まあ、これを販売するためにデザフェスに出たと言っても過言ではないんですよ確かに前回ね、うん、なので今回もソフビを用意しました。あれー、ソフビー、はい、うん、そのソフビがこちらです。はい、ぜんかわいい。またまた奈良伝いのソフビなんだけど、はい、今回はモノクロ仕様、うん、モノクロバージョンになってます、はい、うん、こちらは今現在ジェイホビストアの方で先行販売してます、うん、これね限定60個しかないんですよ、うんうん、でジェイホビストアの方で完売してしまったら、うん、デザフェスで販売できなくなっちゃうんですけど、うん、今のところはまだ大丈夫。よかった、うん、完売ならず、ね、よかったですということで、はい、まだ買ってない人はぜひ現地で買っていただければと思います。はい、一応特典も用意してるんで、お、出来次第またそれは紹介したいなと思います、うん、はい、もうすでにオンラインで買ってる人にもつきます。はい、はい、これねこんな感じになってます。パッケージのここのヘッダーの部分も白黒。本当だ、ならず、はい、これでもよく見たらね赤ならずなんですよね、あれ赤ならずと同じ顔してるんですよ。そうですね、うん、赤ならずがこうモノクロになってしまったっていう感じなんですけど、なんで赤ならずに一体何があったのかっていう感じですね、はい、うん、でこちらの販売価格が3,800円になります。でこのねちょっとちっちゃさで3800円高いなって感じる人もいるかもしれないんですけど、うん、まあ、ソフビってそういうもんなんで、そうみたい、はい、記念にぜひ1個、うん、2個3個お願いします。はい、個数制限はお一人様3個までとなってます。はい、まあ、現地で3個ですから、まあ、オンラインですでに買った人も現地でまた3個買えますんで、はい、もしよかったらたくさん連れて帰ってください。はい、はい、次ブリマ出張所です。おー、ブリマっていうのが何なのかっていう話なんですけど、それがこちらです、ここにいるブリちゃんがプロデュースしているマーケット、ブリーマーケットです。ブリーズマーケットです、はい、ブリーズマーケットですこんなのをね今やってるんですけど、ジェイホビ研究所っていう池袋にある店舗があって、そちらでも販売してるんですけど、それを出張販売したいと思ってます。はい、ブリマではねこれを今売ってます、はい、こちらの台座とリングがセットになった台座オブザリングです、うん、アクリルの台座なんですよねここがね、うん、これが、まあ、これジェイホビ台座、通称ジェイホビ台座と言われるものなんだけど、それにデコレーションしたりして塗ったりして、うん、オリジナルで作ったものなんですよ、はい、うん、これだからハンドメイドなんですよね。でここにこう推しを立てるわけですよ、こういう風に、はい、かわいい。で台座にもなるんだけど、まあ、指につければ推しが指に立つっていうものですね、うん、はい、これねこれジュース、はい、コラボドリンクとかでよくもらえるジュースありますよね、うん、こんな感じで片手で持ってこう写真が撮れるっていう、そうなんです、そういったアイデア商品になってますんで、うん、結構これね評判いいんですよね、うん、すごいですねみたいな感じでね、はい、うん、でこれを販売しようかなと思ってます。おー、やったー、うん、これ前回の11月の時も販売したんですけど、うん、今回はちょっとこだわってます。そうなんです、はい、すごく頑張りました。何をこだわったかというと、はい、
これね、前回リング金具だったんだけど、今回はリングもちゃんとハンドメイドしました。そうなんです、うん、中にね、こうビーズみたいなのだったりパールかな、はい、パールだったり花だったり入ってて、すごい綺麗なんですよ、うん、そうなんです。で、押し色カラーをたくさん作りました。はい、うん、赤、青、黄色、緑、ピンク、紫、オレンジあります、うん、ただこれサイズが調整できないんで、はいはい、これは例えば15号うん、はい、15号なんですけど、あとね17、19、21もあります、はい、うん、この4サイズを用意してるんですね。でもしそれでも合わないっていう人がいたら、その場で注文を受けて後で発送するっていう形にしたいなと思ってます、はい、うん、これもね十分可愛いんだけど、うん、やっぱりリングもねああいう風に作った方がすごい可愛いんで、はい、これね単純に指輪としてもめちゃめちゃ可愛いんですよね。可愛いです、はい、指輪だけ、台座だけでも一応販売可能ではあります。はい。うん、台座なんですけど、台座もね、いろいろあるんですよ。うん、これクリームソーダだったり、はい、これチョコレートだったり、うん、はい。このね、台座もたくさんありまして、まず台座を選ぶ、そしてリングを選ぶ、はい、そしてくっつけてもらう、うん、っていうふうな販売方法にしたいなと思ってます。はい。はい、で、作るのに、くっつけるのに5分から10分かかってしまうんで、うん、まあ、買って、ちょっと見てきてもらってどっか。うん、でその間に作っておきますんで、はいはい、後で取りに来てもらえればなと思います、はいはい、こちら今のところ制限はないそうなんで、うん、まあ、何個買っていただいても良いかなと思います、はい、でこの台座とリング、ハンドメイドのリング合わせて1個1000円で販売したいと思います、はいはい、ちょっとねリング作るのもね結構時間かかるし、うん、台座も時間かかるんで、まあ、ちょっと1000円いただく感じになっちゃいます、はい、まだあります。次販売するのはこちら、はい、押し文字アクスタです。おこちらはにじまる商店さんとのコラボ商品となってまして、うん、それをデザフェス出張版として販売します、はいはい、こちらはガチャガチャの筐体で販売となります、うん、で1回300円で全24種類押し文字があるという感じになっています。300円ちょっとねこれね安いんですよ、かなり、はい、台座と押し文字ついてるんでアクスタになりますからね、うん、はい、アクスタ300円ってなかなか安い気がするね、はい、うんうん、でこちらのアクスタなんですけどこんな感じ、最押し最押しとか激推しとか激推し、うん、これいろんなのあるんですよ、限界オタクオタクいろんなのがいっぱいあって24種類あるんだけど、すごい、このねアクスタもちろんこんな風にさっきの台座オブザリングに使うこともできるわけですよ。本当だ、すごくいい、押し文字リングにもすることもできますんで、うん、はい、ぜひ回してください、はい、ガチャガチャ。個数制限が最初ありまして、はい、これ様子見ながらになるんだけど、最初はお一人とも3回、うん、までにさせていただきたいと思います、はい、で後半で、まあ、大丈夫そうだったら制限解除してお好きなだけどうぞという形にしたいと思います、はいはい、これで300円なんですけど現金でお金入れるタイプじゃなくてレジで何回やりますって伝えてください、はい、そしたらメダル渡しますんで、うん、クレジットカードでもペイペイでも何でも購入できますんで電子マネーでもね、うん、次はこちら、推しのアクリル台座畳のおひなサイです、うん、こちらもねガチャガチャで販売します、はい、うん、これも J ホビ台座って言われる、まあ、アクリルの台座なんですけど、うん、これは前回作った畳のおひなっていうものなんですよ、はい、これ畳風になってて、ここにアクキーとかアクスタとかをこう座らすことができる。あー、かわいい。そしたら畳に座ってるように見える、うん、はい、ここねこういう風にスリットになってるんである程度のサイズまで対応できるんで、うん、まあ、そこが便利だってことで結構人気あります、はい、うん、サイバージョンっていうのがねこんな感じなんですよね、うん、これオレンジ、はい、うん、推しカラーになってるんですよ、うん、オレンジ、桃色、ピンクですね、うん、赤、赤い畳ってのは珍しいよね、はい、うん、そして青、青い畳もクール、綺麗で、黄色、黄色結構違和感ない感じする、ね、うん、畳って感じ、畳って感じもするよね、うん、でも比べてみたら結構違うからね、比べてみてみて、うん、どっちかってこれ緑みたいな感じだから、そうですね、で、あとは紫あります、うん、この6種類を、ガチャガチャで販売します。うわー、ランダムか、うん、これで、おひなっていう名前ついてるじゃないですか、はい、なんでおひなっていうかっていうと、うん、これ100均に売ってるひな壇あるじゃないですか、はい、これにこうサイズぴったり合ってますんで、おひなひな壇に合わせてますよっていう感じでおひなと呼んでます。そうなんだ、これ並べてこうアクスタとかをこう綺麗に飾ることができますよってものですね、はい、はい、
こちらは1回250円になってます。あ、ちょっと安い、はい、こちらも現金を投入するタイプじゃなくて、うん、ネジで何回やりますっていうふうに伝えてください、はい、そしたらできますんで、うん、はい、こちらは回数制限なしです。おお、はい、そしてコンプリートすると、6種コンプリートすると、コンプリシン様のシール差し上げます。えー、やったー、はい、見事コンプリートした人にはコンプリシンのシール差し上げます。すごい。今こちらに画像出てます、うん、あとこれね動画で紹介したんですけど、うん、前回こちらのお塩を入れるあのやつのパフェも販売します、うん、はい、これね確かまだ販売してなくて、うんうん、レザーフェス開催とともに虹丸商店の方でも購入することができると思いますんで、はい、来れない方はぜひ虹丸商店さん見てみてください。概要欄になってます、はい、この中にねアクスタとかそういったものを入れるんですけど、かなりでかいサイズなんで、はい、でっかいアクスタも入ります。送信もいけそう、はい、これ紹介してる動画もありますんでぜひ見てみてください、はい。ということでかなりボリュームある内容となってます、うんうん、ぜひ遊びに来てください。ぜひ遊びに来てください、はい、万全の体制でねやっていきたいなと思ってますんで、はい、はい、いろいろまあでもトラブルあるかもしれないですけど、はい、ぜひご協力お願いいただければと思います。で皆さんに会えるの楽しみにしてますので、ぜひ遊びに来てください、はい、今日はこんな感じで、それでは。